か。おはようございます。あ、100点ありがとう。よいしょ。持ち方を変えよう。こうだ、あった。これ芝生歩いていってもいいのかな。おはようございます。あそこまで行けるのかな。あ、冷た冷た冷た。すごい、これ芝生飼ってんのかな。これ自動でこれずっとやってんのかな。いい、おはよう。あそこにあるね、あれを写真撮ってアップしてから移動するよ。陸前高田はいい、おはよう。いい、匿名さんありがとう。おはよう。どうだい調子は。そっちはあいにくの今日は雨でしたね。すごいんだよこの防波堤が、あの津波のあれで。そんなんなってこれ防災のなんだって作り直したんだよね。もう朝からあれですよ、ちょっとあまりにも運動不足でどうしようもないかな。あそこまで行けるんだね。ずっと道がつながってる。もうあの一本松はなんかエシしちゃってる状態みたいなんだけどさ。おはよう、算数。ワンちゃん、おはよう。もう動けんだけどさ、やっぱ見ていかないとすごいのね。岩手も今日で回れそうな感じだけど。盛岡にね。突者がいるはずなんで、盛岡寄って岩手県の方に書いてもらって下降りるか。おはようございます。すごいよねこれね。ちょっとね霧がかかってどうしようあれだけど、残念だけど。よし、喧嘩。一枚写真撮っとくか。
そんな感じなんだ。綺麗だね。おはようございます。一、今日はね、奇跡の一本松を見に写真に収めてから移動します。うん、霧雨なんだけどね、大した雨じゃないんだけど、これ上から見た方がいいかな、写真撮るの。そうそうそう、ここね、え、これで奇跡の一本松上から撮るかな。そうなのか、これ違う道なのか、 こっちが降りて、降りていかないだろうな、こっち側。申し上げます。すごい、あの、なんちったらいいんだろう、頑丈な建物に変わっちゃったよね。やっぱこっち側から降りていかないとダメみたい。よいしょ、戻ったよね。このシンボルですかね、これね。気仙小学校。あ、あれか。あれボロボロ。そのまま、あれはそのままになったね。壊れたまんまになってる。まあ、見たことないことを祈るよね、これね。この辺全部埋まったんでしょ、だって。起きてた？よっしゃ。これこのままにしてるのはわざとしてるのかね。あの向こう側、向こう側のやつもさ、そのままだよ。繋がってはいたんだね、戻んなくても。これが奇跡の一本松でございます。すごい立派に立ってるね。
すごいね。でもこれ、この一本だけが生き残ったっていうのもすごいよね。こういう感じでさ、全部まだまだ工事が進んでます。あんま近づくと写真撮れない。よし、よいしょ。こんな感じかな。ライトアップされてもさ、夜ここ入ってこれないんだよ。よいしょ。おはようございます。すごいね、献花台。お花持ってこなかったけど、ごめんなさい。おはようございます。奥に見えるのが小学校で、気仙小学校で、これが奇跡の一本松。すごいね。ボロボロだ。あれがボロボロになるんだからすごいな。何これ。やばい。すごいでかいよ。これ。ここか。ちょっと離れないとね、見れないちゃんとね。おはようございます、みそかちゃん。よいしょ。もうね、避難経路とかがありとあらゆるところに書いたんだよ、ここ。あっちから逃げなさい。もう少しね、離れていくと。ございます。ポツンと、本当にポツンと立ってんだね。
そう、これみんなね、これなぎ倒されるかかわらず、ああ意外そうだね、そんなにものすごく太いってわけじゃないんだよね。よく生き残ったね、すごいよね、本当に奇跡だよね、うん、よいしょ。そうだね、ちょうど、結構な距離歩くんだよあっちのあの橋まで歩いててね、ありがとうございます結構な距離歩くからね、これね、600メーターだから往復 1.2 キロ歩いてよいしょ、すごいね、この辺は何もいじられてないはずだからあれだよね、うん、木の根っことかそのままなんだけど、うん、象徴だよね、あの一本松の横にさ、気仙小学校の壊れたのがそのまま、うん、おはようございますこれね、右が奇跡の一本松で、左が気仙小学校なんですね。こんにちは、ありがとうございますこれを見るのに俺7時半から8時近く起きたんだけど、1時間待ってたねなんかこんにちは、ありがとうございます。なんか入れてくれないの ?9 時からじゃないと。朝一で勝手に見に行けるのかなと思ったら行けないみたいな。何?今日はどうやって回るのかな?あと数件だと思ったんだけどさ、三陸海岸を上がって盛岡入れば岩手県は終わるんで、三陸のなんかね、美味しいものをちょっと食べいただいたいと思っております。なかなかたどり着かないな。昨日といい今日といい結構歩いてんだけどな、全然腹の脂肪は減らないんだよな、どうして、ね、そうです、リクレー高田の奇跡の一本松、奇跡の一本松ね、そういうことでありがとうございます、ありがとうございます。これはもう津波とか来なきゃいいんだけどね。
なかなか綺麗な景色だね、これ。ほら、新しい道の駅。ずーっと見てるね、これ。マスクしてるから余計あれだよね。はは出てるんだよね。そうなんでしょ、うん、その中で1本だけ残ったんでしょ、うん、そうよね、そう考えると。え、本当にポツンと1本だもんね。汗出てきた。ちょっと肌寒いかなと思って。ね。よいしょ。これがさ、ずーっとさ、ポツンと動いてんだ。芝刈り機なのかね、これね。多分芝刈り機だと思うんだけど。なんで向こうまで行かないのかよくわかんないけど、どっかで U ターンしてんだよな。あれが本体か。あれどういう動きするんだろう、あの境目で U ターンするのかな。U ターンした。ちゃんとできてんだね。ここも献花台。その日になると皆さんここに献花しに行くんだろうな。住んでないと分かんないよね、あの時の。大体もうみんな思い出したくないっていうもね、あの神戸地震もそうだけど。奥尻島なんてね、島3分の2全部飲まれたからな。よいしょ。一旦これこの枠で終わらして、これはこれで公開しておこうと思ってます。
旧暦のスタンプどこにあるか見ていこうか。よいしょ。スタンプって中ですか？あ、わかりました、はい、よし。あ、おはようございます。これ 水遊びできるようにしてんだろう。これ開いてる。今ね、奇跡の一本松を見てきたよ。ちょっと中見てから。まだ2分もあった。よいしょ。マスク100円もしてるの。これでいいか、大丈夫か。よいしょ。でも、あ、ここにあったよ、道の駅の。すんげえ出る。感じはね。あ、ということで秒だね。一回終わりますね。次は移動します。ありがとう皆さん。ではでは、おはようございます。一回切れますけどね。うん、一回これで切って、これはこれであの公開設定するので長ったらしいと見る気しなくなる人がいっぱいいるしね。こんな感じです。ではでは、深い日でお疲れ。また後ですぐ、ね、移動するときつけます。綺麗なところだね。